啦，今晚咧好開心啊！嗱，咁咧就喺我身邊咧，大家鼎鼎大名嘅工協社長就喺度，海洋堂嘅社長啦。咁咧唔使驚啊！咁我哋雖然大家語言係普通嘅，但我哋有翻譯啊。今天我們有翻譯啊，就是我啊這個 Winterfest organizers 啊，對啊，還有就咁我講翻普通話先啦，都係嚇。咁所以咧，我哋而家會問啊工協社長一啲比較特別啲嘅問題嘅嚇。咁啊，大家留意咯喎。咁我先即係介紹一下啦，Would you introduce your name? 用中文。中文可以。大家好，我是 Goosebumps Japan 的小西正祥。我也是WF 上海的主办方之一。那么今天就是为了恭喜社长做一下翻译和关照。其實咧，呢位靚仔先生咧就係、其實 Wonderfest 嘅主辦單位負責人嚟噶，咁但係佢一間都會幫我充當翻咧一個翻譯啦，因為佢咧普通話、英文都非常之好噶。好啦，咁我哋即係同阿社長打招呼先。Can you tell we are very happy to interview you? 可以用中文。可以啊，可以啊。我們可以的。好。OK， 咁我哋問問即係先可以。可以幫我先啊，謝謝啊，謝謝啊，謝謝。啊，今日はその機会。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。こちらもいろいろなところで今日はなんだろうね、中国が香港の方に来てですね、いろんなメディアの、インタビューを受けたりとかして、いやなかなかなんでしょうね、興味をみんな不意気に対してこれだけ高い興味を持ってるというのはちょっとびっくりしましたね。首先，我们也谢谢你给我这个机会，然后这次也感受到这个香港的热情，然后就再感受惊讶。咁咧，而家会问一啲比较搞笑嘅问题啦。咁咧，我好多香港朋友咧都见到啊工业社长嗰个模型山啊，咁咧就睇下点解会搞咁大模型，同埋佢会唔会砌？因为有啲观众问佢会唔会砌嗰啲模型咧。OK， Would you please ask Sensei what is about his model hill, the mountains, you know, the lots of models, you know, what are they now? Where are the models now? Are you going to build the model or just put it back to the warehouse?僕のコレクションというのは小学校1年生から始めてるのでもう54年ぐらい、集め続けてるので、気がついたら4番ほど溜まってます。で、太陽堂のは僕の宮脇の、目的としては今いろんな模型全ての模型を集めることによってプラスチックモデルの博物館を作りたいというのがこちらの夢ですから、ただそれまでにはその4万個もある、世界で一番のコレクションの量だと思うんですけども、そういったものを置くためにはですね、今は高知県という日本の田舎の遠い辺鄙なところに専用の倉庫を作って今そこに溜め込んでいるんですけどね。ただ收藏是从他小学生的时候开始，所以等于是他已经收藏了54年。那么他的最大的目标，就是为什么他在收藏的目标是他想做一个模型的博物馆。那么现在呢，因为还在收集中，现在有4万个，估计是世界第一，对，4万个，估计是世界第一名。那么目前现在是在放在日本高知县的一个小小的一个仓库里。刚刚说的就是他想将来是想做这个博物馆，对，目前只是收藏。あとそれを作ることに関しては今僕はもう一人でそんなもの作れるわけはないので、今3人のですね、専任のそういうプラモデルを管理すること作ることだけを仕事にした人を、それは正規の社員じゃなくて私個人が雇って3人働かせてひたすらプラモデルを作り続けさせていますので、着々と今プラモデルの完成費もたまってますよ。那刚刚说的这些他是没有时间去做，所以呢他自己不是公司，他自己个人邀请三名专门去做拼这些模型，所以现在拼装完全拼装的也有很多。
咁我都用少少廣東話去補充下。其實咧，啲社長咧用咗，佢由小開始儲啲毛源，儲咗54年啦。咁咧已經有40,000盒嘅收藏啦。咁應該係供應係最多的收藏啦。咁嚟緊咧，佢當就喺個小小嘅倉庫度保管緊啦。希望咧就將來會有博物館。咁咧佢應該請咗3位嘅保管師咧，會幫佢咧即係處理啲毛源嘅。啊，即係都非常之即係犀利啊！咁我咧問一下一個問題啦。咁咧就其實咧我見咧呢兩年咧，社長都嚟咗香港做展覽啦。咁其實咧，嚟緊我哋聽到好消息就係温德菲咧就會上海嘅。所以我想問下社長同埋佢哋有咩諗法嘅？係As we know that 我们知道Wonder Festival 将会在下海去举办。我想问社长，他的看法就是中国的市场怎么有整？ワンフェス上海の4月にあると思うんですけど、中国市場に対してどういうような将来像を持っていらっしゃいますか？今日 のドイソールもそうなんですけども、去年初めてドイソールというのに出て、その後香港のイベントも上海のイベントとかいろんなものを見に行ったんですが、中国のお客さんはすごくね若くてみんな元気なんですよ。で日本はもう30年35年こういうふうな商売やってますから、だいぶみんな年寄りになってきてるんだけど、中国の若い人たちはどんどん広がってきているので、これからですね中国のフィギュア市場というのは日本より急激にも今までの進化から比べると、まあ、ワンダーフェスティバルやるということを決めたこともそういう理由なんですが、突然にもこれからいきなり何倍何十倍に市場が広がると思います。ですから今海洋堂にも1ヶ月に2軒3軒の中国のいろんな業者が、前はあんまりそういうことはなかったんですが、前は中国というのは海洋堂はフィギュアを作る場所だったんですね。つまり広州、深圳、ドンガンでやったりとか、そういうところでフィギュアを製造してたんですが、これから中国の方はフィギュアを作るだけではなくて販売する場所が日本のよりも何倍も広がるでしょうから、きっとこのトイソールもそうだし、いろんな中国のフィギュアイベントはトイイベントはトイフィギュアイベントは確実に広がっていくので、みんなそれは感じてるから、中国のそういうこれフィギュアを仕事にする、トイを仕事にする人たちはどんどんと現に今みんなはたくさん物売れてますからね、まあ、それがもうきっともう何年倍も広がると思います。社長说日本的市场是已经是过了35年了，有35年的历史了，所以呢日本这个玩这些的人也是年龄比较高的人，那么他去年也好今年也好不仅是香港或者是国内中国大陆国内看了几个这种活动，感觉到现在中国的玩家都是很年轻，然后有很大的能量，那么从这个角度来说，他觉得以后中国的这个手办玩具市场会发展得很快，而且可能就是1倍、2倍甚至10倍这样子的一个发展速度。另外呢，原来中国它对他们来说是一直是生产的地方，广州深圳这块但是呢很多不仅是这个海洋堂，其他的公司也是都觉得这个中国市场的热度，所以呢以后应该都是作为一个非常大的市场都会做。剛才佢都講得好清楚啦，大家都重複少少啦，即係其實大家都好睇好其實中國嗰個市場嘅發展啦，即係社長嘅睇法就係隨時係3倍、4倍甚至10倍咁嘅發展。咁另外就係睇到中國內地咧市場上面嘅年輕人比較多，睇到好大嘅能量同活力咧，佢哋喺收藏品方面咧，佢哋都會有好大嘅需求。咁呢個咧，我諗都係社長係好聰明，好快睇到呢個市場嘅機遇啦。咁我再問啲另外啲人問題先嚇。好啦，咁咧就其實我想問啦，其實社長咧有冇一啲中意香港嘅玩具啊？有没有他自己喜欢的，但是是香港品牌的玩具或者是什么？香港的那个的，ちょっと気になるとか、そういうみたいな。そう、ちょうど気になるところというか、今までソフトビニールというものには全然興味がなかったので。今日初めて前回はそうだったんだが、今回特に気をつけて見てるんですけども、そうだね、今ちょうどハウツーさんは香港なのかな、ハウツーワークさんはちょうどこの前の東京コミコンでも初めてしっかり話ができたりとか、あとはあそこにある名前なんか知らん、名前何これですか、ケニ
他にもいくつもあるんだけど、まだメーカーの名前まで詳しく見てないですが、いっぱいね、そういう簡単な装備じゃなくて、いろんな細かいパーツがいっぱい出ているというか、彫刻が施されてセンスのいいものがいっぱいあるので、たくさんの色を使ってるし、僕らは、まあ、ソフトビルってものすごくシンプルな簡単な単純なものだと思ってて、全然そういうものは興味なかったんだが、今回はしっかり見れば見るほどちゃんとしたそういう完成度の高いものがあるので、まだこれから名前をちょっとこれから見に行かなければいけないが、名前あんまりね見てないんです、正直なところ。说实话他之前一直对这个 Zombie 没有很大的兴趣，那么从去年开始，然后今年也是从刚刚开始认真的关注这个行业，所以呢他对这些厂商的具体名字还没有关注到，但是他也现在看到，就像那个 How to Work 或者是从前面那个 Kenny to Work， 像这种不仅是那种很简单的设计上也好，或者是制作上也好，只有很多细节，很多颜色，这种需要越来越多，所以呢他也会继续去关注这个。但是他都知道有很多人在外面，但是他都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 有很多人在外面，但是我想问的，现在我看见有一些展板的时候，日本的武士神木朗，神木朗的拼的figuring 是小的，这个我是我的 my favorite。我想这个未来海洋堂会不会在这个方向去发展？你说的像那种？对，那个神木朗日本的老师，像火像那种，是的，对的。今三つ星さんがね、はい、チェックしてますけど、まあ、彼本人も好きだったんですけども、今後こういう方面、まあ、侍とかそういうのも含めて展開をしていくわけなんでしょうか。海洋堂の今のテーマは、一つ大きなテーマはネイチャーという自然史もの、つまり動物、恐竜、昆虫、魚、いろんな自然史もののものであったりとか、あとはパブリックドメインと言われる、ああいうふうな侍歴史ですよね。歴史の、有名な人物、それから鎧兜、それからあと、昔の建物とか、そういう図鑑、博物館にあるようなものを海洋堂が立体的に作っていくのが我々の、仏像もそうですけども、ありとあらゆる神羅万象という、これは情報でもあるのかな、神羅万象ないかな、ありとあらゆるものを作っていく形がいいんでしょうねと思います。なんか一生懸命あげようとして。はい、で日本人はあと中国の人はどうか知らんが、日本は小さいものほら好きなので、今後だからこういう小さいものは、昔からずっともうこの20年前に海洋堂がお菓子の負けで大ヒットを飛ばした、こういう小さくて精密なのが、僕なり日本人の好きなものなんで、こういったものってまだまだ中国にはなかなか少ないので、我々はこういったものをもっと、この次は来年にはこれのなんか何十倍何百倍でちっちゃいのがたくさん並んで、ミニチュアメーカーとして海洋堂はこれはこれで一つのこれからの海洋堂の来年に向けてのスタイルですねという、これがすごく最大につけての一つの大きな、海洋堂のテーマですと言って、さっきみたいな話をしてもらおうかね。だから別に戦車もあれば何でもあるよって。はい、那么海洋堂它的产品的一个分类，就是一个是动物和恐龙，就自然系，另外一个呢就是那种角色的东西，还有其他就像这些佛像也好，武士也好，包括那种骨头啊或者什么这种系列都有，就是他们不是说我只做这一个方面，对，他全都要做。那但是像这种小的东西是一个是日本比较擅长去做的事情，然后另外一个是他们本身也擅长这个东西，就像以前纽蛋啊什么，他们比较会做这种小的，也同时是喜欢做这种小的，所以呢可能这方面是明年一个他们最大的发展。都講得好清楚啦，即係佢哋嘅都唔係淨係做呢啲咁細嘅上色版嘅啦，好似
恐龍啊、動物啊，或者其他模型啊，或者係一些 3D 好多，其實即係軍事化嘅，其實佢都會有啊。但我自己就真係好中意啲，我都即係所以我都再追問咧，想追問社長咧，其實呢個系列咧會唔會再有新嘅產品？我想問下這個這個系列會不會有其他的新的product？ 因為我這個是買最喜歡的是，但是會不會有新的？このシリーズは今後また新しいもの。この次はお城とかですね。もうすぐ用意されているのは仏像の他のキャラクターと戦車と、それからそうですね、戦車でしょ、仏像でしょ、それからあの骸骨とかですね。いろいろとあの太陽堂がやっていたこれというものがそうです。あと美術品みたいなものもいっぱい用意されているので、とりあえずは今からすぐに20個ぐらいの、まあそう先ほど今回言うと。自動車、仏像、戦車、それから、建物、大阪城としてお城ですよね。それから恐竜、それから、恐竜でしょ。これの種類で、まあ、各6つぐらいありますから、そういったものがいっぱい用意してますね。他後面現目前能公開的就是一個是俯向系列，另外一個是城堡系列。还有战车、汽车，还有一些骷髅这种，就是之前他们做过更大一点的这种，让它做成小的饼。嗱，咁頭先佢阿社長有透露其實會繼續發展，不過咧可能之前做一啲較大啲嘅比例咧，而家會走個細啲嘅方向去行。咁咧就呢啲就我諗真係呢個係非常多係好重要嘅。咁咧，加我想就最後一個問題啦，我想就即係有個邀請，其實就可唔可以社長幫我哋簽個名喺今次嘅限量版嗰度咧，嗰只 SNVD 嗰個限量版度簽一個名嘅嚇。咁我哋咧先睇先嚇。嗱，我想問就係社長可唔可以幫我們這個簽名一下這個？这个香港 exclusive 这个 golden SF 可以啊，就是签字是吧？对对，签签名。今あの、golden あれ持ってきますので、ぜひサインお願いします。はい、わかりました。はい、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 どうもありがとうございます。はい。咁咧，我哋而家咧就等緊我哋啲男仔幫我哋咧買咗件嗰個先啦。咁啊，男嘅叫我的，我的，你會唔會有？係咪想簽名之外有咩？啊，簽名。Hi。これをね、みんなね、ここにね、きれいにやるんですよ。最近僕も知らなかった、今日みんな、香港の人によく言われやってるのが、じゃあ、これ、在里面吗？あ、可以的。これをね、親自幫我哋搞下下，呢啲你哋誒行唔到啦，呢啲就係做護士呢個好處係嘛？咁啊，大家睇下啦。咁我知道社長呢幾日咧，我想社長呢幾日咧，其實應該都會香港。想这几天我们会再回家他吗？对对对，一周该一个啥？一周Sunday星期天，星期天，星期天啊，今天星期天，今天明天后天，后天回去。哦，咁啊，大家跟住啦，啊，冇錯，非常好啦。咁呢兩日都係在嘅，喺度嘅。咁星期日就會走。咁所以咧，如果想揾阿社長簽名啊、傾下偈啊、閒談咧，我諗就把握機會啦。因為我見我哋傾話頭先，我哋訪問之前咧，其實社長都同其他朋友傾下偈，但係都好 nice 嘅，即係所以啊，啲香港啲 fans 即管嚟台傾偈。同埋咧，現場咧，我見到很多好好嘅同事喺度咧，有翻譯嘅，其實嚇。咁必要時咧，如果真係溝通唔到咧，我哋相信。booth 裏面有很多中國工作人員都是幫我們翻譯的，即有少少緊張，為什麼？因為始終其實他都是我偶像來的，認真的。我想訪問你講，因為我去玩很多海洋堂的產品，而是很羨慕他們的雕刻和很精準。咁當然啦，而家我哋都可以做玩具，都覺得哇，我哋都可以追緊啦。咁但即係喺後生嗰陣咧，真係買好多嘅嘢，同埋即係對佢哋嗰個製作咧係嗰個最好嘅。如果係佢嗰度見唔到係，哇！好整齊，佢原來裏面有一張紙咧，佢掹出嚟咧，幫我哋完整寫咗嘅。哇！我要先。哇 ！Thank you！哇！真係多謝曬，多謝曬。啊！你嘅多謝啦嘛。哇！真係呢啲啊，行唔到德哥，你嚟唔到，德哥你嚟遲嚟啊。はい、どうもです。はい。どうもです。ありがとうございます。好啦，咁我哋今日訪問咧就對我唔阻住，因為好多 fans 人都喺度同佢傾偈嘅。好啦，咁唔該曬先，繼續留意我哋玩具 TV， 拜拜。